私の名前はアリシャ。たんまり儲かったわ。頭は生きてるうちに使えってね。超競争社会であるインドを、明晰な頭脳を武器に生き抜く女だ。昨今、インドで美味しいビジネスがある。それが受験だ。息子をぜひ合格させていただきたいんですが。もちろん、ご心配なく、私が必ず息子さんを大学へ入れてあげます。と言っても、私は別に家庭教師などではない。悪い、ここの答え全然わからない。バッチリ問題が見える。問い1の答えは A よ。私の職業はカンニング師だ。受験生の渡したメガネに内蔵した小型カメラからテスト問題をパソコンに送り、次は B、その次は D よ。問題を一瞬で解き、受験生の耳にすっぽり入った超小型イヤホンから聞こえる仕組みだ。ハイテク機器を駆使し、見事依頼者を合格させた。こちらをお納めください。イヤホン小さすぎて耳の中に落ちるかと思った。前金30万で成功報酬30万ね。インドの平均年収は約180万円。そう考えるとボロい商売だ。インドというのはカンニング大国だ。2015年に起きた事件は記録に新しい。なんか騒がしいな。妙な気配を感じた教師が窓の外を見ると、おい、オム、待たせたな。これで試験はバッチリだ。兄くん、ほら母さんの超大作よ。試験ファイト。カンニングペーパーを持った親たちが窓の外に退去しているではないか。子供の学力に不安を感じ、親たちが警備の警官を買収。息子の一大事なんだ。これで見逃してくれよ。まあいいだろう。自ら校舎の壁をよじ登り、カンニングペーパーを渡しに来たのだ。大量発生した害虫のごとく、校舎の外壁に無数の親が張り付き、今日高校の進級試験で集団カンニング事件があり、大々的に報道された結果、実に500人が受験資格を失った。カンニング業が繁盛するのは、ひとえにこの国の腐った社会構造のせいだ。ああ、高校で落第か。うちじゃいらないな。そんな話だけでも。一度でも試験に失敗した者は未来が閉ざされてしまうのだ。だからみんなどんな手を使ってでも試験の合格を目指す。ん？お前別人だろ。本人です。王道の替え玉受験も未だ健在だ。最近も法を遵守すべき警官の採用試験で大規模不正が発覚。全く別人じゃないか。言いがかりです。こっちも替え玉だ。あろうことか1000人もの逮捕者が出たのだ。だからより安全で確実な手段を提供する私は引っ張りだこ。どうか息子を志望大学に合格させてください。お話お伺いしましょう。今日も受験生の親が依頼に訪れた。どんな手段を使っても我が子を一流大に入れたいゲスな金満家だ。実は不正対策がとても厳しくて。頼む、バレずにカンニングできるなら金はいくらでも出そう。バカ息子が受ける入試は特に不正防止対策が厳しいという。みんなタンクトップに短パンで試験に臨む規則なんです。その上持ち物全てを電波探知機でチェックするというんだ。なぜそんな意地悪をする。カメラやイヤホンを仕込んで不正するのは不可能だ。一筋縄ではいかないですね。でも大丈夫、任せてください。頼みます。だがすぐに明暗を思いつき、カモに提案した。迎えた受験当日、奥の手を実行に移し、スラスラ回答できる。楽勝だ。やったぞ。本当に良かったわ。よくやったぞ。バカ息子は希望大学に合格。不正のからくりはというと、事前に入試問題の作成者に近づき、いい儲け話があるの。ねえ、興味ない？え、何？巧みに懐柔して試験問題を購入。さらにバカ息子でも正解を必ず答案用紙に書けるよ。やった、バッチリ聞こえるぞ。ふふ、そうでしょ。万全を期し、外科手術で耳内部にイヤホンを埋め込ませたのだ。こうして警備員や試験官の目を欺き、ありがとう、おかげで息子の将来は約束されました。約束の金だ、納めてくれ。どうも、私は報酬の200万円を手に入れた。ボロ儲けにほくそ笑んでいた矢先、今日未明雑居ビルで男性が血を流して倒れているのが発見され。え、こいつカンニング師のサムじゃない。気になるニュースが飛び込んできたのだ。男性は受験不正事件の渦中の人物で、警察では事件事故の両面から捜査を。きっと偶然よね。突然の同業者の不審死になんとなく胸騒ぎを覚えた。だがその後、同業者の死のニュースが連日報道され始める。再び不審死のニュースです。嘘、一体何が起こってるの。何か得体の知れない大きな力が動いてるとしか思えなかった。
私は恐怖に怯え、新規の依頼を全面ストップし、家にこもったが、不正の片棒は一切担ぎません。だから助けて。無駄です。あなたもブラックリストに入ってる。必死の命乞いも虚しく、何者かによって私は消された。私だってまともな仕事があればこんなことはしなかった。一連の不審死は不正の横行を見かねた政府が粛清を行ったと言われている。カンニングの不正事件の渦中にいた約40人の人間が私同様不審死を遂げた。全てが病死、あるいは事故と結論付けられた。この国の闇は想像以上に深いのだ。